なるほど、防火扉に目をつけるなんてさすが超高校級。そこで止まるよな。おっと、君はまだ自分の才能を思い出せてないんだったね。そうなんだよね。そんなこと今はどうだっていいだろう。お前だ、どういうつもりだ。犯人ではないという割にはやたらと突っかかるな。確かにな、めっちゃ突っかかってくるよな。そんな怖い声出さないでよ、怒ってるならほら深呼吸深呼吸。すごい冷静だよな。いちいち人をイラつかせる野郎だな。マジでその口を塞いでやろうか。こら、喧嘩はいいけど周りが引いちゃうようなハードな喧嘩はダメ。ハードな喧嘩だそうです。それより誰が黒なのか早く決めてくれないかな。僕が飽きたら時間切れになっちゃうんだよ。飽きたら時間切れになっちゃうの。わかったよ、そろそろバトンタッチしろって言うんだろ。バトンタッチ、何のこと？バトンタッチ？僕みたいな偽物じゃなくて本物の犯人にご登場願うんだよ。本物の犯人？ふん、どうせお前さんが犯人なんじゃろ。違うと思うな。でもそう思うならそれでも構わないよ。僕はどんな結論でも受け入れるつもりだよ。超高校級のみんなが納得して出した結論ならね。どこまで冷静なんだ。本物の犯人、それをここで指摘しろってことか。誰かを糾弾するようなマンなんて本当はしたくないけど、糾弾だ。でもやるしかないんだよな。あいつだけだ。単純に考えていいのか？難しく考えすぎない方がいい気がするな。これも、うん、はい。お前しかいない。だよな。花村、もしかしてお前なんじゃないか。違うか。何？何の話？え、聞いてなかったの。ちょっと。花村が犯人って、そうなの？結構みんな想定外な感じだったか？何言ってんのさ、そんなわけないじゃん。もちろん今のは単なる俺の推理だ。だから反論があるならいくらでも言ってくれ。もういくらでも本当言ってほしいよね。何かあるなら言ってほしい。反論も何も、どうして僕が犯人扱いされなくちゃいけないのさ。だって明かりに使われたカセットコンロは厨房にあったものなんだぞ。そうだよな。そんな理由だけで犯人扱いされるの？そんなの横暴だって。ひどいよひどいよ、ひどすぎるやい。花村くん、そんな態度は君らしくないな。君らしくない。超高校級の料理人という素晴らしい才能を持つ君がそんな風に取り乱すなんてさ。シェフって呼んでよ。こだわりがあるんだね。あったね、そういえば。もし君がこんな冤罪に倒れてしまったら未来の料理界は誰が支えるの？未来の料理界？そうだよ、未来の料理界のためにも君は正々堂々と立ち向かわないといけないんだ。そっか、うん、そうだよね。マギト君が何をしたいのかよくわからないけど。ところで冤罪ってなんだ、うめえのか。うまいぞ。殺虫剤ってのも美味しいらしいよ、後で試してみれば。それはダメです。お前だ、なんでお前がシャシャに出てくるんだよ。本当だよな。例えば犯人が明かりを使ったとしようか。そして防火扉を遮蔽物に使ったとしよう。でそこから倉庫に移動して床下に潜ったとして、その後はどうするの。その後は
床下だって真っ暗なんだし、そこからどうやって戸上くんを刺すの？うん、まさか明かりで彼を照らして刺したわけじゃないよね。標的に気づかれたら一巻の終わりなんだよ。そうだよな。そうだよ。その点についてはどうなんだよ。それはって、ここで引くような子じゃないって俺は信じてるぞ。答えられるわけないよね。君自身はあの床下を操作してないもんね。操作してないな。確かに操作してないな。それなら田中が知ってるはずだよ。実際に床下に潜ってるんだし。ガンダム君、頼む。いや、残念だが床下には事件と関係するものは残されていなかった。マジか。戸上の血が滴り落ちていた場所に暗黒の中で奇妙に光る液体が塗られていただけだ。暗黒の中で奇妙に光る液体とは？何それ、暗い中でも光ってたの？暗い中でも光ってた。それってめちゃ重要そうっす。重要だよな。光る目印があれば暗闇の中でもその地点までは移動できますよね、うん、そうやって所定の位置まで移動すれば同じ目印をつけておいた標的を狙えるかもね。あ、そういうことか。わかった。多分だけどその目印ってここから選ぶのか。4択ぐらいだったら確定できたんだけどな。ここから選ぶのか。これだと思ったんだけど違うのかな。これね、夜光塗料みたいな、そういうことだよね。光るものって言ったらまずこれぐらいしかないよね。出してみようか、これね。オッケー、合ってた。これで証明できる。これで証明できる。その目印ってナイフに塗ってあった夜光塗料のことだよな。見えるよな、確かに。床下からでも。おう、夜光塗料を標的にすることで暗い中でも狂気をぶっ刺せるという寸法か。そっか、犯人は人を標的にしたわけじゃなくてその夜光塗料が動く瞬間を狙ったんだ。それって誰かがナイフを手に取った瞬間ってことですもんね。だよね。なるほど、そこまで分かってなかったけど。僕がナイフを取るために用意した目印を犯人は刺すための目印として利用したんだね。そうか、それでナイフを手にした戸上くんが殺されてしまったんだね。でもそれを利用できたってことは犯人は駒井田くんの計画を知ってたってことだよね。そういうことにもつながる。どうなんじゃ花村よ。どうなんだ。僕は知らないって、本当に何も知らないんですって。知らないの？だったら逆に僕からみんなに質問してもいい？またどうぞ。なんでまたあんたなの？いい加減にしなさいよ。まあ、こういうのは公平に発言の機会を与えないと。まあ言いたいことはね、言ってほしいね。確かに。あのさ、花村君が犯人だとすると彼は停電中に倉庫に行ったってことになるけど、うん、だったら停電の時に三尾田さんが聞いた会話って何だったのかな。伊吹ちゃん、てるてる君の声も聞こえたようなことを言ってたよね。あ、足踏まないでよ。おい、お前何をしている。やめろ。電気つけろって。飯が食いづれじゃねえか。みんなどこにいるの？停電って厨房だけじゃないの？確かにな、ここで喋ってるもんな。花村の声が大広間で上がっている。これって花村くんが停電の時に大広間にいたことを証明しているように思えるんだけど。証明か。そうだ、そうなんだよ。でも花村って停電の瞬間は厨房にいたんでしょ？それがどうして大広間にいたのよ。確かにね、そこ疑問だよね。てっきり厨房だけが停電になったのかと思って慌てて飛び出しちゃってさ。慌てて飛び出す。
もちろん廊下も真っ暗だったけど、みんなの声を頼りに何とか壁伝いに移動したんだ。ほう、器用ですな。まあ厨房から大広まであれば壁伝いに移動できない距離ではないか。まあそんな距離はないから壁伝いで行けないこともないのか。なんか嘘くせえな。確か尾張さんは人の汗を舐めるとその人が嘘をついてるか分かるんだったね。え？え？だったら僕を舐めてみればいいさ。いや、それは断った方がいいと思う。やだよ、脂っこそうだし。めっちゃドストレートに言ったけど、てるてるちゃんの声は確かに大広間で聞こえてたよ。いぶきのキャラ設定にかけて断言するっす。キャラ設定までかけてしまう。そう、花村くんは倉庫じゃなく大広間にいたんだよ。つまり彼が犯人だとは考えられないんだ。また戻っちゃうのかな。いや、そうはならないはずだ。そうはならない。なんでだよ。なんでそんな風に僕に言いがかりばっかりつけてくるんだよ。まあ今のところ一番怪しいもんね、うん、別に花村を責めたいわけじゃない。うん、俺はただ日向くん、もっと胸を張っていいよ。君は自分が信じた希望に進んでいるだけなんだから。さあ日向くん、もっと君の希望を見せてよ。その希望は花村くんの希望を打ち砕けるのかな。なんなんだこの子は。もう怖くなってきたわ。議論だな。じっくりとちょっと一回目は聞かなければいけませんね。まずは改めて聞くけど、花村くんは停電の時に倉庫に行ったの？倉庫になんて行ってるわけないじゃん。その時僕は別の場所にいたんだ。てるてるちゃんの声ならいぶきが聞いたっす。顔に似合わず美声でした。録音された声とかじゃないの？いや、生声だったっすよ。ね、今の証言がある限りは僕が大広間にいた事実は揺るがないよ。撃ってるとしたらもう一箇所しかないんだけど、何で撃つかが問題。まずは改めて聞くけど、花村君も停電の時に倉庫に行ったの？倉庫になんて行ってるわけないじゃん。その時僕は別の場所にいたんだ。てるてるちゃんの声ならいぶきが聞いたっす。顔に似合わず美声でした。録音された声とかじゃないの？いや、生声だったっすよ。ね、今の証言がある限りは僕が大広間にいた事実は揺るがないよ。ここか。オッケー。その矛盾打ち抜く。打ち抜く、あ、新セリフが出た。その矛盾打ち抜く、かっこいい。床の隙間ならな。俺たちが大広間で花村の声を聞いたからって大広間にいたことの証明にはならないはずだ。あの中だとしたらもうこれしか考えられなかったね。え、どうして。大広間の床を思い出してみろよ。あそこの床は隙間だらけだっただろ。隙間だらけだったな。だから床下から上がった声だったとしても大広間の声と同じように聞こえたはずなんだ。うん、アベバベバ。そうか、あえて床下から声を上げその場に自分がいることを印象付けようとしたのだな。そうなの花村。ちょっと待ってよ。どうなんですか花村さん。ちょっと待て、チュートリアルが。お、何か様子が変わったか。貴様さっきから何を抜かしとるか。僕は停電の時は広間にいた言うとるやろが。なんとかかろうじてわかる。あんたってどこ出身だっけ。うん、それ気になる。西麻布生まれの南青山育ちっちゃが。あ、そうなんですか。みんな、あい
たの？花村くんが停電の時に大広間にいたってことはさ、明るくなった時もその場にいたんだよね。まあそうだろうね。暗い廊下を行ったり来たりはできないからね。まあな、往復できるほど余裕もないか。え、あの時花村っていたっけ？いたさ。もうこれ以上ねくらいいたってさ。これ以上ないくらいいたの？こればっかりは勘や思いつきで決められないよ。だって人の命がかかってるんだもん。そうなんだけど、急にまた感じが変わったね。そやろぎ、おめえたちのあやふやな記憶で決めんでねえ。そぎな風に決めてえことでねえの。絶対嘘ついてるよ。だってどんどんひどくなってるもん。いろいろとひどくなってるな。ですが私には自信がありません。いたような気もしますが、いないような気もして。いたような気もする感じか。何か判断する方法はないんか。何かないかな。なければない。あると思うんだけどな。本人の記憶に聞いてみればいいんじゃないかな。本人の記憶だと。おら、わけわからんこと抜かすでね。おらが広間に入れだったことを証明できっちゃが。できるものがあるかもしれないな。確かにちょっと探してみたいな、言霊を。できるかもしれない。かもしれない。げげ、またおめげ。花村が停電の後に大広間にいたかどうか、それをはっきりさせるにはあの質問をぶつけてみればいいはずだ。違うよな。まさかな。証言はもう違うと思うんだ。証言を外しちゃおう。いや、まさかな。停電がついた時には、これなのか？出してみるか？合ってたー。これで証明できる。なんか間違ってて欲しかった気もする。これ、あの停電から復旧した時、花村が本当に大広間にいたっていうなら、おう、その時積み木がどんな格好になってたのかも分かるはずだよな。めっちゃストレートに聞いていく。思い出させないでくださいよ。恥ずかしいですよ。全くだ、全くだ。それはでも申し訳ない。いや、これは大事な質問なんだ。大事だけど。どうなんだ花村、あの時大広間にいたなら答えられるはずだぞ。別の手がかりがあったらもうぜひともそれを言いたいが、これしかなかったんだ。すまんな、すまん、みかんちゃん。だってあんな独創的な転び方だったんだ。そう簡単には忘れられないはずだ。独創的ってフォローしてるのかしてないのかよくわからない表現ですね。すみません、見苦しい姿をお見せして、すみません。もう許してあげろよ。もう許してあげて。どうなんすか、てるてるちゃんは答えられるんすか。ある意味処刑だよな、もう。あれ、おかしいな、ど忘れしちゃったかな。あれ、答えられないのか。お忘れなんておかしいでしょ、あんたみたいなエロキャラ。言われてしまう、エロキャラというまで言われてしまう。そう言われましても。小枝くん、なんとか言ってやってよ。もう諦めるしかないかもね。諦めるってなんだよ。
花村君、残念なのは僕も一緒なんだよ。憧れの人の希望の限界を見るのは寂しいもんだよ。夢を壊された気分とでも言うのかな。狛江だ、お前は何なんだよ。どうして犯人の味方をしたり突き放したり。ちょっと待つわい。人をば犯人扱いして勝手に話進めんときんしょい。もう前提で進んじゃってるよね。でもだってもう決まったでしょ。